をしてまで自分を大きく見せたいとは。駒使いをやめたのは良い、受理してやろう。何しろ転職先が面白い。まさか笑い専門の芸人になろうとはのう。どうだ、道家として再就職せぬか。貴様の芸なら高給を約束するぞ。しないわよ。あとジョブチェンジ先はディーバ、歌姫だからね。まあいいわ、特別の特別に生意気な物言いも多めに見てあげる。今回は宣戦布告に来ただけよ。二つのレガリアは私が奪う。私の力舐めるんじゃないわよ、キャスター。せいぜい覚悟することね。ご心配には及びません。他人の口車に乗っているうちは三流も三流、自滅するのは目に見えています。まったく、どこまで鳥頭なんだか。駒使いとしてはそこそこでしたが、道家としては楽屋落ち、投げ銭も惜しい。ご主人様、どうかお気になさらずに。セイバーさんからレガリアを奪えば円満解決。なんであれ、私どもを妨げることはできません。ではでは、いざ参りましょう。私たちの間に何者も割り込む隙はないのです。作戦を開始する。まずは太陽の光を引き込むのだ。承知しました。午前の光を、良き営みを守りたまえ。太陽の騎士の名にかけて、いざ。まさにスーパーガウェインよな。うむ、キャスターを狙って一点突破だ。よい。反撃参ります。私、輝くんです。こちらで吹き飛び上がれ。お覚悟。従者ガウェイン、参上しました。狐耳とはいえ、女性は女性、手荒な真似はしたくありませんが、お覚悟。覚悟するのは貴様の方。わらわ以外の太陽の目と目障りじゃ。太陽の力を得たあのスイカは強い。兵士では戦力を消耗するだけで、かえ欲のもとへ誘導し、欲であればまともな戦いになる。その隙に太陽光の集積セクターを叩く。飛び上がれ。進軍します。優しく殺してあげましょう。ノンストップです。手戻り。うん、味方が攻められているようですね。手戻り。おりゃあ、私輝く手触り。私輝く。おりゃあ、セクターへ誘導しろ。華麗に決め、ジャンプ。私輝く目障り。吹き飛び上がれ。ちょっとこちらです。華麗に決め。しばらく、しばらく味方の被
被害が拡大中。いかがします、マスター。ジョイヌ、ジョイヌ、こちらです。ジョイヌ、こちらです。気がついたらマップが真っ赤っか、というか完全敗北寸前、我が軍大ピンチです。まさか私を食い止めるというのですか。ムーンセル内に太陽光を引き込み、ガウェインを強化している模様ですね。指定したセクターを制圧し、太陽光を遮断するのがよろしい。お二人が交渉を始めた。さあ、太陽光セクターを叩け。うん、両方をぶつけてきたか。ガウェイン卿、そやつは強敵だぞ。ご主人様、我が陣営風船の灯火です。あのマスター、そろそろ体力が心配です。おやお速度戻り、あと少しで敵軍のネズミマトリクスが完成してしまいます。お急ぎを。ただしとおやお速度500体撃破とは少しだけ見直しました。想像以上です。完了しました。あとはお好きにどうぞ。見事だ。残存するセクターの制圧にかかる。華麗に決め。おりゃ、吹き飛び上がれ。おりゃ、手戻り、吹き飛び上がれ。私を叶えたまえ。しと、お覚悟。吹き飛び上がれ。おりゃ、私を叶えたまえ。しと、侵入します。優しく殺してあげましょう。アサシンの相手は私が。キャスト、あなたは太陽光セクターを。戦隊撃破か、おめでとう。なかなかやりますね。ですが勝利は我が剣に。吹き飛びやがれ。私輝いてます。ハロッハロッ、お覚悟。おりゃー、目覚まり、吹き飛びやがれ。お覚悟。私ただいしとめざまり、おりゃー、出戻り、ハッハッハー、お覚悟めざまり、ただいしとびやがれ。しとおりゃー、わたしただいてる。しと出戻り、太陽光セクターはわずかだ。一気に攻め落とそう。ジャンプ、ノンストップです。
ましょう。私、輝くの吹き飛び上がれ。出発、メタル出発、お覚悟、吹き飛び上がれ。私、輝くの
まあ、各入山一度やったことがあるが。聖者の数字が解除されました。今こそ彼を倒す絶好の機会かと。お覚悟。ですが、私にも意地があります。急ぎましょう、ご主人様。我が陣営、風船の灯火です。レイザー。私もまだ未熟です。敵本陣へと続くポータルが現れた。決着の時か。楽しげに制圧したな。今日を滑る女は違うということか。ジャンプ。華麗に決め。ところでご主人様、唐突な質問その2なんですけど。あのエセ皇帝、もとい赤セーバーさんをぶちのめした暁には私一切合切を成し遂げる所存にございます。その時ご主人様は王権を持って何を求めます？何でもおっしゃってください。主人様、なんてこうカラッとくる眼差しを。って肌できました、肌に。まったく、もう欲のない方ですね。魂だけのご主人様は受動的なのに、地位は強くいらっしゃいます。でもでも、そこはもっと強欲に。ご想像くださいまし。文字通り、言葉通りに全てが叶うのですよ。いかなる税もいかなる富も思うがまま。王権、一口にそう言ってしまうのは簡単ですが、地上の一国家のそれとは桁が違います。最上の美酒、最上の料理、
最上の衣、最上の宮殿に最上の寝屋、最上の妻。あ、いえ、それはこの私がいるからいいとして。あまりに突然なその物言い、その眼差し。もうご主人様は酷なお方です。